赤ひげこと新出巨匠役船越英一郎さんです。どうも、船越英一郎でございます。今日はたくさんお集まりいただきまして本当にありがとうございました。赤ひげ診療探、山本周五郎先生のもう本当に名作中の名作でございます。たくさん先達の方たちがおやりになった作品でもございます。映像作品としても映画ではもちろん三船敏郎さんがおやりになり、そして、NHK のドラマでは小林慶寿さん、他にも萬屋錦之介さんであったり、藤田誠さんであったりと、本当にそうそうたるきら星のごとくの先達の大先輩たちがおやりになった役で、そして全てが名作ぞろいということで、その作品に、挑戦するというのは本当にこう、無謀ともいえる暴挙なんじゃないかと。でもその暴挙に挑んでいくということはまた大冒険でもあるというふうに、自分を鼓舞いたしまして、その大冒険の旅を、蒼井君はじめ、それから深川監督、そしてあと2名の監督、そして、本当に素敵なスタッフ全員で素晴らしい大冒険ができたのかなと思っております。その大冒険の先にある作品を今日皆さんに、ご覧いただいたわけで、また赤ひげ診療探という原作ではございますが、この作品は、青春ドラマ、青春群像劇として皆さんにお楽しみいただける、そんな側面も持った作品になっていると思っております。その赤ひげ診療探、いろんな意味で今回は平成版の赤ひげは赤ひげ成長探というようなドラマになっているんじゃないかと思います。2話3話4話と回を追うごとにどんどん内容が濃密になっていきますし、また1話1話本当にきめ細かく人間が描かれてまいります。肩肘を張らず、ちょっとこう笑いもあれば、そして最後はしっかりと涙を皆さんにも流していただけるような作品作りをみんなで目指したような気がいたしております。今日もう1話をご覧になっていただいても、すでに、こいつはそんなその成熟した男ではないなっていうのは、皆さんの中に届いたんじゃないかなと思うんですけれども、非常にその赤ひげ、先生は、直上傾向で、あと、ドラマの中では描かれない、原作にも本当にその細かい描写が赤ひげにはないんですね。赤ひげ先生はほとんどそのバックグラウンドがきちんと描かれてないんですね。でも、これだけ清濁合わせ飲んだ生き方を選んでる男ですから、相当いろんな苦労も、それから、口では言えないような、裏切りも、あるいは裏切られ方もしてきた男なんだろうと思うんですね。ただその中で、キャリアと年齢と、自分がその中で理想としている意思像、あるいは人間像というものも持ちながら、そしてその理想像を彼らの前で見せよう見せようと努力しているんですけれども、見せきれない、そのこぼれてしまう、未熟さみたいなものがこう今回表現できればなというふうに、思っております。本当に全員の方たちが、このドラマの中で輝いていらっしゃって、一緒に今回このドラマを作らせていただいた俳優さん女優さん全員の方が印象に残ってます。必ず僕も何度もこう共演している俳優さんや女優さんとご一緒しても、また新たなその方の魅力を今回は見せつけられたぐらいな勢いがあったような気がします。はい、だからどなたっていうのはなかなか難しいとは思います。はい、皆さんでものすごいプレッシャーを抱えて現場にいらっしゃってるのよくわかるんですよね。ただもう冒頭に言ったように、お一人ももう素晴らしい原作、そして素晴らしい前作がたくさんあるわけですから、それと同じ役をやるっていうのは俳優には、ね、ものすごいプレッシャーなんですよ。やっぱりこういう原作がしっかりしたものに挑むというのは、でもなんかみんなでだからその大冒険を楽しもうっていう、なんかそういう共通言語が現場の中にずっと流れてたような気がします。これはもう俳優さんだけじゃなくてスタッフもそうだと思います。はい、そうですね、僕初めて、生放送
やらせていただいております。しかも、1時から4時までという3時間の帯でございますので、当然それを毎日やりながらドラマをやった経験なんて今まで35年以上役者やってますけれども初めてでございまして、まして久しぶりの時代劇、そして今もう口を酸っぱくして言ってるほどの暴挙ですからね、今回のこのドラマをみんなで作ろうというの、それは本当に実はあのその午後生というのが終わった後に私は、スタジオに駆けつける、あるいは、オープンセットに駆けつけると支度をして、そしてっていうとやっぱり彼らにあるいはスタッフの人たちにかかる負担も大きかったのではないかと思うんですけれども、でもなんかそういう逆境がまた皆さんのなんかこう一つになるような力になったのかなと、自分自身もその逆境こそが自分のエネルギーになれたかなと、はい、そんな、感じで、まあ、2ヶ月半、この作品に挑みました。 BS 時代劇赤ひげは、11月3日BS プレミアムで夜8時からのスタートとなります。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。